森岡市茶畑にて国道106号は岩手県宮古市から道県森岡市に至る一般国道である古くから宮古街道または平街道と呼ばれてきた道路を踏襲している同じ日程を結ぶ JR 山田線とは森岡駅、区会駅間を除く区会駅伊東の区間で平院側に沿って並走している区会駅以西の区間は柳川に沿って進む かつては川沿いにカーブの多い線形だったが昭和40年代後半から道路改良が行われトンネルを多用した直線的な区間が増えたことで森岡市から宮古市への標準的な所要時間は2時間以内となった現在国道106号全線が地域高規格道路である宮古森岡横断道路として指定されバイパス建設や 各福工事による整備事業計画が進行している。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り、宮古森岡横断道路は、宮古市から森岡市に至る、延長約百キロメートルの地域高規格道路である。線形不良による交通愛路区間の解消、三次医療施設へのアクセス向上、沿岸地域の産業、経済の復興、 円藤を目的として事業が進められている。1994年12月16日に、計画路線の指定を受け、うち1 8トルが、宮古西道路、田袖道路、柳川道路、と、南川目道路として事業化されてきたが、東日本大震災の復興支援道路として2011年11月21日に、優先整備区間4 8トル、平津戸松草道路、 区会道路が新規事業化された。なお、2011年度末の供用状況は、1999年11月16日に、供用を開始したタスソベ道路 1.4km のみであった。また、と南川目道路は、国の直轄権限代行事業として、事業中である。ここでは、宮古森岡横断道路として行われた、改良事業についても紹介する。 宮古バイパスは、宮古市の築地交差点から同市上、美二丁目に至るバイパス道路である。1984年に全線で共用を開始した。旧道は、国道指定解除された結果、岩手県道40号、宮古岩泉線の一部及び、宮古市道となっている。宮古箱石道路は、宮古森岡横断道路を構成する道路で、宮古市藤原から同市箱石に至る区間である。 このうち、北側の宮古市藤原から道志根島では、宮古西道路として、岩手県と国土交通省により、自動車専用道路が整備されており、残る区間については復興支援道路として、国土交通省が岩手県から権限代行を受けて、下記の線形不良区間3カ所について、一般道の規格でバイパス整備が行われているが、本線部分は、 自動車専用道路規格を担保とした設計となる予定。2013年に着工された、宮古西道路、編集宮古西道路は、宮古箱石道路を構成する道路で、宮古市藤原から道志根市に至る自動車、専用道路である、宮古市街地から平井川を挟んだ、右岸側を、主に通過する。宮古市藤原から、三陸自動車道と接続する宮古中央。 インターチェンジまでの区間は国が直轄施行し建設が進行している。宮古中央インターチェンジから宮古根市 IC までの区間は岩手県が施行しており2019年3月30日に開通した。タクサリ引目道路は宮古森岡横断道路を構成する道路で宮古下草利から引目に至る延長 7.2km の区間である。 タッソ道路は、宮古森岡横断道路を構成する道路で、宮古市川内を奇襲点とする、延長 1.4km の区間である、一般道路の規格である、第3種第1級で、完成2車線で建設された、1994年度に着工し、1999年11月16日に、開通した、平津と松草道路は、宮古森岡横断道路を構成する道路で、 宮古市平津都から同宿会に至る区間である復興支援道路として国土交通省が岩手県から権限代行を受けて下記の線形不良区間2カ所について平津都港区は自動車専用道路の規格岩井松草港区は一般道の規格でバイパス整備が行われている2014年に着工された平津都港区には宮古市川では最長となる 延長3159メートルの平津とトンネルが含まれているが2018年5月30日に貫通している。区会道路は宮古森岡横断道路を構成する道路で宮古市区会から森岡市柳川に至る区間である。復興支援道路として国土交通省が岩手県から権限代行を受けて区会峠を回避する自動車専用道路として整備が行われている。 全長は約 8km でこのうち2018年1月11日に貫通式があった深区海トンネルは岩手県内のトンネルで最長、東北では3番目の長さとなるトンネル長が 5000m をわずかに下回った理由は道路法第46条第3項に基づき 5000m 以上の道路トンネルに適用される危険物積載車両の通行制限適用を 回避するためである。整備により、道路線で最大の難所とされる、区海峠を回避できるようになる。2014年に着工され、2020年度までに強要する見通し、総事業費は約370億円。柳川道路は、宮古森岡横断道路を構成する道路。道路の線形改良や競争区間の解消を主目的としているが、 原道は付近を流れる柳川に建設中の柳川ダムによって水没するため付け替え道路としても建設された。当初は2007年度の完成計画となっていたが、2012年3月に2013年度末の供用開始予定を発表し、2013年3月10日に全線で供用を開始した終点側で、と南川目道路と接続を予定している。また、 柳川ダム水没エリアは2014年1月頃に封鎖され通れなくなっているほか水没しない旧道部分は2014年3月31日までに市道に格下げされた。と、南川辺道路は宮古森岡横断道路を構成する道路。原道は森岡市街地に向かうが本道路は森岡市街地南方の森岡市手大森で国道396号び 岩手県道36号場前以内湯沢線と接続している。県道36号を西に向かうと、国道4号や東北自動車道、森岡南 IC と接続する。当初は、完成4車線の計画の下暫定2車線で共用を開始することとなっていたが、完成2車線に改められた。岩手県宮古市原帯付近国道106号の道の駅区海高原に、 国道106号を国道46号に編入して、星しいの看板国道106号は、宮古森岡秋田の横断軸の一部であり、三陸沿岸地域の早期復興に復興道路として位置づけられている。その一層の強化を図るために、岩手県は国道106号を指定区間に編入し、国道46号等と合わせて、国で一体的に管理すること国に対し、 要望している、宮古森岡横断道路に関するカテゴリー、ありがとうございます。